行こう、みんな。次元とは兵法とは戦への探求は尽きることはなかねえ。おいが鬼でおまはんは桃太郎、遠慮はいらんぞ。 最初から全軍投じると思うてか。怖い怖い、無理無理、お家に帰して。戦地に行き戦地に死す。それでよか。 薩摩隼人は虎に勝って一人前よ。おまはんらも試すとよか。虎など、しばかりいかつい猫だと思えばよいのだ。島津様の戦めたにはもうついていけないよ。情けなか。おまはんらの臆病棚にあげるんでなか。この戦どうせ負けたくて。 逃げるが勝ちよ。クソが、島津様に合わせる顔がねえ。よう戻ってきたとね。まずはゆっくり休むがよか。俺が気にすんな。今のうちに行く。後ろ傷が不明よ。まあ普通はそうであろうな。 どうした？まだまだ倒れんぞ。どけどけ、俺の逃げ道を開けろ。おまはんが言ってたならどうなることも、きっと。いや、なんでもないか。さあ参りましょうぞ。いいんだ、強く己なんて無理に演じる必要はないさ。 大暴れしてください。竹千代様。
果、命の危機という結論に至りました。我が愛想が血を求めておるわ。伏兵の陣を発見。しかしなぜこんなところに。しかないか。あなたは火ゆえにその心には届きませぬ。手当てしよう。ここはあえて調子に乗るが吉でしょう。お見逃しを。我らはただ怖くて隠れていただけで。知らず突き進むのみ。そうであろう、皆の衆。おできることをやろうぜ。
島津という異形など今の老いにはもったいなか。老いはただの鬼、名もなき一匹の鬼じゃ。戦つどんが上の空よ。わけは分かっとうぬ。おせっかいた思うが、まずは向き合ってみるこっちゃ。そうか、戦つ。すまないが、鬼島津殿。あいつとの勝負を心待ちにしていただろうにな。島津戦法、釣りの伏せじゃ。行くぞ。無事帰り、今宵拙者と組み交わそうではないか。光を閉ざせ、誠を閉ざせ。滑る者の器。あや、大将だって負けてね。手こたれた顔は見せられないんだ。全ての敵は私が追う。押していくぞ。魔藩が魂、この老いに見せてみ。まさに剣豪、いや剣気か。この道の果てに誠のうつつが。わしが掲げるこれもまた所詮はだとしてもこの歩みを止めはしない。